はい、皆様こんばんは。11月7日月曜日、315回しゃべくり松代の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、昨日とちょっと違いましてね、朝から暖かくてですね、ちょっと太陽さんも出てましてね、すごく暖かな松代でございました。今日のゲストをご紹介いたします。82銀行松代支店の支店長さんでありますけれども、清水博子さんです。よろしくお願いします。清水です。どうぞよろしくお願いいたします。この28年6月からね、移動で松代支店へおいでになって、はい、女性の初めての支店長さんっていうんで、素晴らしいと思いますけどね。これからですね、この82銀行さんの、はい、ちょっと場所だけ確認して、それからちょっと少しずつお話を伺っていきたいなというふうに思います。はい、はい、よろしくお願いします。今じゃあこちらの夢空間さんの方にお邪魔しているのですが、はいはい、こちらから、町 の、 郵便局の方に向かっていただいて、はい、病院に向かって右側にこう折れていただきますと、私どもの支店、はい、82銀行の松代支店でございます。はい、分かりました。何人ぐらいいらっしゃるんですか？はい、全員で22名で、22名、ね、はい、営業しております。なるほどね。そうするとですね、はい、あれですか、男性とか女性とかっていうと割合はどんな感じになるんですか？男性が9名おりまして、うん、はいはい、女性はだから13名。あ、女性の方が多いですね。そうですね、女性優位のお店になってます。あ、そうですか、はい、じゃあもう支店長さんになってきたら最高ですね。わかりました。清水さんだけどあれですかね、この出身地ってどちらになるんですか？はい、私はこちらとも関係が深いというか、はい、上田の出身でございまして。なるほどね。はい、これどうされてんの、松代、これ通ってるんですか？今通勤させていただいております。はい、松代から上田って結構時間かかるじゃないですか。自動車で来ちゃう。通勤は、はい、公共の交通機関というルールのもので。ああ、そうですか。信濃鉄道と、はいはい、あとは長電さんのバスを使って。あ、なるほど、ね、はい、はい、でもどのくらい時間かかるんですか？そうですね、うん、朝はだいたい1時間、うん、ドアドアで1時間くらいで来れるので。あ、そのくらいで来ちゃう。そんなにだから遠いっていう。じゃあバスっていうか車で行ってもそんなに変わらないね。そうですね。はい、じゃあちょうどいいぐらいのあれですかね。そうですね、通勤距離とすればね。はい、なるほどね。あとあれですかね、その82銀行さんにこの就職されたきっかけってどういうあれですか？はい、そうですね、学生の頃の就職活動なんですけど、銀行に入りたいなっていうことは、思っていたんですけれども、82銀行、地元の銀行ということで、はい、どうでしょう、この面接も何回かこうやって、内定っていうのをいただいていくんですが、そこでお会いする先輩ですとか、上司になるような方たちとの、言い方が多いなっていうところが率直な感想で。面接やってて、ね、そうですね。なるほどね。それでやっぱ当行に入りたいっていうことを思いました。はい、あれですか、それと当時は、何人ぐらいあれですかね、はい、入ったんですか？私入校したのが平成3年ということで、はい、今から25年も前になってしまうんですけれども、ちょうどバブルの頃ですね、もうだんだんで、新入行員というか同期がですね、約400名。400名、はい、おりまして、その中の1人。そうです。すごいね。最近というかは、130名くらいの採用だというふうに聞いております。もう少しこう景気が大変な時代あったじゃないですか。その頃は30名くらいまで、そんなに縮小されちゃって全体の採用を絞っておりましたの で、 今でもバブルの人たちねっていう会社の中でもそういうふうに、はい、見られてます。何ですかね、この就職 の、 その部署っていうのは何か自分たちで希望できるんですか？部署、そうですね、面接ではそういったこと聞いてもくれるんですけれども、基本的には当時は一般職総合職っていうような、そんな分け方で、営業とかそういったことを中心にやる総合職と、あと事務の関係ですね。はいはいはい、そういったことをしっかり守る、一般職っていうようなことで、大きくはそんな分け方をされてました。あとその最初に
あの配属されたところってどこなんですか？はい、今なんていうんですか、通勤の乗り継ぎ店でもある八代、うん、八代支店です。わかりますか？わかります、わかります、はいはい、駅からのちょっと近いところなんですけどね。そうですね、うん、あそこのところは何人ぐらいいらしたの？何年ですか？何人ぐらい人がね、八代支店は、うん、今の松代支店よりは少し大きい感じで、うん、30名くらい。あ、そうです。はい、おりました。これで何回ぐらいこれ転勤ってあるんですか？はい、今25年っていうふうにお話ししたんですが、だいたい2年から3年で転勤をしておりますので、こちらの松代支店が9店舗、うん、あ、そう、9店舗目ですね。もう本当にまるっきり公務員と同じだね。2、3年でどん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 変わっていっちゃう。そうですね、楽しいですかね、そういう関わってて、まあ、次の場所行くっていう。いいこともきっと悪いこともあるのかもしれないんですが、私自身は、まあ、はい、地元に戻るっていうことで帰ってきたんですが、そうじゃなくて、もっともっといろんな世界も見せてもらえたので、よかったんじゃないかなっていうふうに、はい、感じてます。まあ、これ9回転勤だったっていうんですけど、その中でなんかちょっと思い出に残るとかっていうようなところあったら教えていただいていい？はい、そうですね、やっぱり自宅を離れて、その現地に行って暮らすっていう意味では、松本、うん、それから諏訪、うん、で、あと新潟県の上越にある高田、うん、ああ高田、はい、で直前は須坂っていうところだったんですが、ああ、じゃあ高田から須坂行って、そうなんです、それから松代って、うん、こうやって話してみるとどれも城下町だなっていうのと、まあ、高田も桜の名所だしね。そうですね、うん、でやっぱり今おっしゃった高田は、うん、本当に県外っていうこともあって、うん、やっぱり記憶にすごく残ってるなという。なるほど、ね、はい、うん、雪も多いとこですけど、そうですね、その時どうでした？私が行った3年間、うん、冬を3回経験したんですが、うんうんうん、最高に降ったのが50センチくらいだったんですね、うん、あ、そうじゃまるっきりあれですね、長野のそんなに変わらない感じがをさせてもらっちゃって、そうですか、で本当に一度くらいこれぞっていうのが見たいなんてことを、うんうんうん、スピーチで話しましたところ、うん、地元の方たちには大変お叱りを、うんうん、あ、まあ当然でしょうね、受けてきて、雪をしなきゃいけないとかあるからね。しまいました、はい、うん、なるほどね、はい、まあ、あと高田っていえばね、直江津の方にも、まあ、長野、まあ、真田と関係もあるんでしょうけどもね、上杉謙信の関係のね、そうなんですよ、春日城なんてのあるじゃないですか、はい、ちょうど今回、今年は真田丸っていうことで、うん、本当に上田と松代をクローズアップされていて、はい、いいなと思うんですが、私高田支店にいた時に、天地人、ありました、はい、主人公が直江景次さんということで、うん、はいはい、そういったことも体験させていただきましたというか、なるほどね、春日山城のところ で、はい、でね、うん、真田祭りのように、はい、上越祭りっていうのが開かれまして、その時は学徒さんがお見えになって、そうだ、ね、白い馬に乗って、うん、あ、なるほどね、その後何年もね続いてるみたいですね、うん、そうですね、はい、まあ、そういったこともあるんですが、この松代でですね、真田十万石行列という形でね、はい、行われまして、その時に、先ほど言いました直江景次の形で女性が初めて馬に乗ったっていうのはね、素晴らしいですね。まあこれね、このところのね、ちょうど場所がこうなりますけれど、でこの上ですね、そうですね、はい、上杉景勝隊ということ で、 そうです、ね、私は本当に先ほども、ね、うん、ご縁があるのかなと思ったんですが、はい、直江景次役ということで、うん、騎乗させていただきました、ね、はい、ね、ちょっといいやつがありますね。これを見ていただくとね、様になってますね、はいってこういうふうにね、うん、すごく恥ずかしいんですが、うん、この愛っていう前立てをつけさせていただいて、皆さんにも本当に喜んでいただけたかなというふうに思ってます。まあお似合いですね。ありがとうございます、うん、素晴らしい、はい、これがですね、真田松代城でね、
出陣式の時ですね。そうですね、こちら、はい、本当にご当主様を中心に、はい、あとこちらが信長に扮した、うん、市長さんですね。そうですね、その後ろに控えますわっていう形ですね、うん、馬に騎乗させていただいた14名の皆さんが、はい、みんな壇上にこう乗せていただいて、うん、ね、はい、こちらも本当にすごい出陣式なんだなというふうに思いました、うんうん、そうですね、はい、こちらえ、それでこちらとこちらの写真なんですけれども、うん、私ども82銀行の松代支店からも、うんうん、全員で11名参加させてもらったんですね。でここに写っているメンバーが、はい、上杉隊に参加させていただいたメンバーで、ね、はい、でその他に、はい、やりふり隊、うん、それからこれは今年初めてだったというんですが、はい、女性の武者隊という、そちらにも大変綺麗な着物を着せていただいて参加させてもらった、ね、あ、そうですか。それからもう一つ、うん、そう、前の支店長もね、はい、私の前任の笠原支店長も応援に来てくれました、はい、なるほどね、はい、まあこれうまく映ってますもんね。ありがとうございます、うん、もうすべてね、はい、こういう形です。まあここなんかね、ちょっと私もわざと注目度というのでね、この周りの人と比べてどうかなっていうのも一つのね、記念になるかなと思って、ね、ありがとうございます。ちょっとちっちゃい、そうだね、まあ小さくてもね、はい、大丈夫です。あとこちらね、支店のメンバー2人なんですけれども、はい、うん、彼ら2人は旗持ちっていうことで、うん、上杉の旗2つ持ってくれたんですが、うん、大変にお祭り当日が風が強くてですね、うん、ですね、この2人が本当に一番つら、うん、こんないい顔してる写真はこの1枚しかないと思います、うん、そうですか、はい、なるほどね、はい、あとこれね、みんなこうやって回って歩いてるけど、ここにもまたね、そうですね、今回特別ゲストということで、ね、うん、リオオリンピックの、はい、箱山さんが、そうですね、はい、でそれからこちらに写ってらっしゃるのが、うん、ハイブリッドジャパンという会社の山浦社長様なんですけれども、うん、お二人ともそれこそ皇室の女子トークで仲良くなりました、うん、あ、そうですか。今週と来週、うん、一緒に飲みに行こうかって、あ、そっちも趣味があるですねそうですねこれなんかもそうですね、これあ、そうなんです、メタルをねつけて、うん、本当に皆さんにこう見えるように、そうだ、ね、行列していただいて、うん、だね、あ、すごくいい方だなってことを本当に感じました、うんうん、そうだね、まあ、いい顔じゃないですか、はい、ね、綺麗で、清水さんに負けず劣らず頑張ってますねはい、こういう形でね、ちょっと見ていただけるとね、えいいじゃないですかね、こういう眺め。これ上から見た時ってどうですか？本当に怖いのかななんていうふうに、はいはい、高さがあって怖いのかな、うん、視線が、はい、普段私が歩いてる視線ともう1メートルくらい違いますので、うん、まあ、こんなこと言ってあれなんですが、気分がいいなっていうのが一つありますし、うんうん、それからなんていうんですか、こう観客っていうか見てくれてる方のお顔が意外にもお一人お一人はっきり見えまして、知り合いなんかは本当にすぐに分かりますし、ここお顔がこう近づいてくるような感じするんです。そうですね、あ、だからこういうふうに手振ってこういうふうにやるってことになっちゃうなんかどれもなんかすごく嬉しそうにしてて恥ずかしいです。はい、でもさ、笑顔ってのはいいじゃないですかね。うん、もう来てるお客さん、いらっしゃいってね、そうありたいと思ってます、はい、ね、これもちょっとね見ていただきたいんですけど、はい、これね山崎新聞店さんね、形でこれ独自でちょっと作っていただいて、で号外っていうのでね、毎年ねこういう形で作って自分で撮影をされて飛んでって自分で編集して印刷してって言ってのでね、頑張って、はい、私なんかは行列にずっとこうついてしまうと、うんうんうん、他でステージどんなことやってたのかしらっていうのがわからないので、はいはい、うん、来年はしっかりこういったところも、そうですね、見に行きたいなってことを、ね、はい、思いました、はい、まあ皆さんね前日こういうあれしたりね、その行列の当日と、まあ、二手に分かれてね、はい、ちょっとやったりしてるんですね。はい、はい、まあ、あとですね、こういう何ですかね、途中で馬と馬でこうやって飛んで歩くとかって、そういう気持ちはなかったですかね。馬に乗るのは、まあ、今回初めて、練習には一度行かせてもらったんですが、あ、そうですか、はい、
で今回の馬が、はい、あの飯綱から来ている、うん、木曽馬のゆうきくんっていう馬だったんですが、なるほどね、あのとてもおとなしくて、ね、あの1時間2時間ですね、うん、あの行列の2時間の間ずっとこうあのおとなしくしてくれたんで、あそうですか、本当に助かりました。相性は良かったと思います。あそうですか、良かった良かった、はい、笑顔で馬にも笑顔でっていう形かな、はい、であとこれね今あのいろんな会社のところでも、まあ、女性、ね、管理職どうのこうのっていう話が出てるんだけど、やっぱり八人さんでもその何ですかね、女装の管理職に対してもうあの何ていうか、ね、みんな注目してると思うんだよね、清水さんに。どうですかね、こういうその自分がこういう支店長になったよっていう、後輩に対してどうかな。そうですね、あの本当になんかこうよとかってあの言えることって少ないんですけれども、ね、あの本当にあの楽しくやってきちゃった25年っていうのと、はい、あのやっぱり自分の持ち味としては、ね、やっぱり自然体でやっていくことが一番いいのかなってことを感じており、うん、ああもうちょっと頑張らないといけないかな。そうですか、はい、頑張るってどういうふうに頑張るか難しいとこだよね。あのメンバーにしっかり気合を入れたいと思います。そうですか、わかりました、はい、じゃあまあ今日はあの管理職ね、まあ、皆さんの注目の的ではありますけども、まあ、あの頑張ってね、皆さんと丸く収まるような形でやっていければいいかなというふうに思います。あの町の皆さんと、ね、あのぜひ仲良くしていただきたいと思います。そうですね、お願いします。はい、わかりました。今日はお忙しい中ありがとうございました。どうもありがとうございました。三田さん、はい、いやさっきね、うん、あの写真が笑顔がすごいって言ったじゃないですか、うんうん、言ったよ。いや今はねお話伺っててもね、うん、すごい笑顔が素敵。そうでしょ。いやさすがね支店長さん、うん、素晴らしい。そうでしょ、うん、営業職がいいっていうから。いや営業じゃないね、あの顔はね、やっぱり芯からね奥から出てくる、うん、あなるほど、素晴らしい。 よく分かってるね、見てましたよ私も。でお酒も好きだっていうから宮坂さんもいいと、ね、すごくね通ずるとこがいい、うん、そうか、ね、笑顔でねこちらもね、うん、気持ちが良くなる、うん、そうか、お酒飲んで良くなっちゃう、うん、そう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 、はい、了解でございます。はい、はい、ね、今樋口家住宅でね、やっております松代の有形文化財企画展というのをやってるんですね、はい、これね、1日から15日まで一応やる、うん、で15日終わったら今度は右こちらの方でね、はい、16日から、はい、大和の模型展だってやるんですよ。戦艦大和、あ知ってますよね、はい、それをやるんです、はい、これがね16日から30日まで、うん、今月いっぱいまでね、9時から16時30分までやりますんで、ぜひ参加いただければ、はいね、めったに見られないから ね、 そうですね、ぜひあの素晴らしい、はい、ということで、はい、皆さん来週は、はい、来週はね、はい、今度はちょっとまた手を変えまして、はい、三田さんまたやるの。いや大変ですね、今日はね今度はね手品だって。手品、うん、手品今夜と、うん、パッ、いや、うん、手品、手切ったりさ、そうそう、人間が切れたりする。いやそれは無理だ、それは無理だね、それは無理、はいはい、まあ手品でね皆さんと一緒に楽しんでますって。あ、うん、なるほどね、穂坂さんって方ね、この間もうちょっとやっていただいたんだよね、ぜひまた参加してくださいねっていう話で。大好きですよ手品、はい、あのだから一回やっていただこうかなと思って、ね、あいいですね、うん、お話し大体ずっと15分手に当てる、その間にちょっとねやっていただけ、何回かやってこれから交渉して、うん、ぜひやっていただこうかな。10分ぐらい手になってもらってね、うん、あそれだと面白くもないね、はい、やっぱり、はいはい、そんな形で、はい、来週はやりたいなというふうに思います。はい、はい、そんなので、はい、来週じゃあ本当楽しみですね、よろしくお願いします。ということで、はい、来週のしゃべくり街とはどうぞお楽しみに。お楽しみに。